では今日は何の話をしようかな。こんばんは。明日の公演まだ髪型決めてないんだよね。決めておりません。確かにおでこの産毛が減ったのかもしれないね。確かに。あった鏡。よいしょ。まあでも全然元気な産毛はいるんだけどね。この辺とかめっちゃ産毛。でも久しぶりの僕隊結構ドキドキですよね。ドキドキ。で、まなかちゃんと僕隊出るの初めてだと思うんだよな。初めて一緒に公演出る気がする、まなかちゃんと。こんばんは。そんな気がする。こんばんは。そういえばさ、ちょっとみんなに聞くのもおかしいんだけどさもうすぐショールームの AKB フューチャー日みたいなやつあると思うんだけど、いつですかえ、いつだっけ。今日？え、マジ？うわー、いっぱいショールームやろうと思ってたのにフューチャー日やらかしたわ。マジか。朝やればよかった。何をフューチャーされてるのかわからないあのフューチャー日。マジかよマジかよ。こんばんは。誠ですか。あれ、気づいたら始まって気づいたら終わってんだよな、フューチャー日。やらかしてるわまあいっか。じゃあ今日20分ぐらいで終わりにしようと思ったけど、1時間ぐらいやるか。せっかくですし、せっかくフューチャー日なんでね。こんばんは。あの今日ね、ゆうなちゃんとその僕隊一緒に思い出ししようって言って、その昼間ゆうなちゃんに LINE したんだけど、もうすぐ着くよみたいな、今から向かうよみたいなLINE をゆうなちゃんに送ったと思ったらママに送ってて、ママが送る人間違えてないってママから返信が来て、私そんなミスしたことなくて、なんか送ろうと思ってた人じゃない人に LINE 送っちゃったみたいなしたことなくてびっくりした。そう、寝ぼけてたわと思って。鼻ムズムズ大臣が発症してる。こんばんは。でお話し会2月の12日の一部外れたってことは、受付終了枚数に行ったってことかな。すごっ。こんばんは。
今日はアングル違いますね。一緒ですけどね。昨日キッチンだっただけでリビングっていうか普段生活してる部屋でやるときはいつもこの画角だけど、おろろろろ、こんばんは。よいしょ。ちょっと30分ぐらい経ったらキッチンに移動しようかな。また洗い物をしなくちゃ。カレーの鍋を洗わなくちゃいけない。なんか今日さ、わかんない、画面の映りかわかんないけど、なんか黒目が大きく見える。そんなこともない。でも今日なんかサリナバタ出ました、ありがとう。ゆうなちゃんと喋ってて、うわー可愛くなりたいなーと思って、なんか落ち込んでた。今更何よって感じだけど、だからリビングは初めてじゃないって、いつもここでやってるって。明日劇場楽しみ。お、なんか明日の僕隊来てくれる人めっちゃ多いんですよね、私のファンの人。嬉しい。そしてしずく行きますっていう人もいてくれてる。ありがとうございます。こんばんは。今で十分可愛くなくない？全然可愛くないんだけど。なんだろう、太ってるからかな。わかんない。自分の好きな自分じゃなさすぎて、毎日嫌な気持ちになってる。嫌やなーって嫌やなーって思って、割と軽い感じで嫌やなーって思ってます。そう、マジで自分の顔好きじゃないんだけど、どうしたいんだろうねこの気持ち。もうマジでね、解決策が見当たらない。めっちゃ嫌いなんだよな。こんばんは。でもやっぱ痩せるとこかな。もう、無理やねんな。食べることが好きすぎて痩せれない。ジョンマイラブの稽古してた時ぐらい痩せたいんだけど、あの時、あの時ぐらいまで痩せるの絶対無理だろうな。無理やろうなーと思ってる。どこを変えたいとかある？顔がまん丸なところ、アンパンマンみたいなところと、目が奥二重なところと、まあ大きくはその二つかな。細かく言うともっとありますけどね。こんばんは。こんばんは。そしたら顔まん丸の割にはね、体痩せてると思うんですよ。この顔から想像する体型よりはちょっと細いとは思うんだけど、でも顔がこんだけ丸いせいでめっちゃ太って見られる。めっちゃ太ったって言われるから、マジでこの顔まん丸いのを今すぐなくしたい。そう、でもこれはね無理なんよね。そう、生まれ持った特性すぎて。終わった。こんばんは。で、本当に痩せたいなって思ってる。思ってるだけで全然痩せれないってことは、まあ食ってんだろうな。
とそうなんだけど、こんばんは。いや確かにさ、ももちゃんぐらい痩せたいかも。そう、それは思うな。男子はちょいぷくってる方が可愛いって思う。え、絶対嘘だって、めっちゃ太ったって書かれるもんそう、絶対に太ってるって書かれることの方が多いから、絶対それはね大多数の意見じゃない気がする。もちろん丸い子が好きな子も全然いると思うけど、大多数の意見じゃない気がするんだよな。いやでもこんな議論をここでしていても意味がないんだよ。さやが痩せないといけないんだから頑張ります。でも今日は気持ちだけでもと思って、電車の中で席が空いても座らずに立ってたし、エスカレーターじゃなくて階段を選びました。ちっちゃなことからコツコツと精神で。そう、ちょっとやってみました。やちさんタコありがとうございます。そう、まあ、あとは早寝だね。早寝したら絶対痩せやすい体になるんだけど、さや最近マジで規則最悪な生活してるので、早寝早起き目標、明日は早く起きるぜ。絶対に早く起きる、絶対に早く起きる、もう心に決めてる。何時に寝ても早く起きる。そうすると明日早く眠くなって早く寝れるっていうサイクルになるから、目標早起き。こんばんは。ケロンさん、クマちゃんありがとうございます。こんばんは、こんばんは。いやちょっと頑張ろう。なんかでも人間、こう何回も言ってるんですけど、人間3週間続けたらなんか習慣化するんだって。体が勝手にもう慣れるらしいの、21日続けたら。でも21日続けるって相当なさ気力がないと無理じゃん。すごいよね。だから今とりあえず1週間ちょっとずつ気にしてみようと思って、腹8分目で抑えるとかさ、その無理すると無理なんで続かないんで。さやの今回の目標は腹8分目に毎食を抑えることと、ちょっと気持ち歩く距離を増やすことと、エスカレーターとかエレベーターとかより階段を選ぶことだね。そうっていう、もうちょっとした心構えを変えていこうと思って。そしたらさ、まあ痩せはせんくても太りはせんやん。一旦そうしてみる。こんばんは。普段間食はしない？なんかあんまりおやつとか食べたりするタイプじゃないんだけど、定期的に、定期的？そういう毎日のように食べるタイプじゃないんだけど、基本的にうちにお菓子がないから、
そう、何で食べないかっていうと、サイがお菓子を買わないからなんだけど、しないんだけど、たまにその差し入れでもらったお菓子がある時とか、もらい物のお菓子がある時にポン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 っていっぱい食べちゃったりするの。本当に、まあ差し入れをもらう時ってやっぱ大きいコンサートの後とか、そう、そういう時は食べちゃうね。でもさ、なんかよく言うのが、なんかお酒、お菓子、ジュースをやめたら 1,2 キロが勝手に痩せるみたいな言うじゃないですか。で、普段その3つを私摂取しないからその3つを摂取しないのに太るから、めちゃくちゃ太りやすい体質なんだろうなって思ってる。普通にご飯を人並みに食べたら太っちゃうんですよ。マジで謎。でも太るってことはそれ以下しか消費してないってことだから、やっぱもっと動くのがきっと健康的なんやろなって思っています。代謝いいのにな代謝いいのに不思議です。まあでもやっぱパンがいけないのかなって感じはするけど、3日に1回ぐらいパン食べたくなっちゃうんだよね。そう、それが原因っていう、あの研究結果は私の中で出てる。やっぱパンは太るんやろな。でも今日が18でしょ。19、20、21、22、23、24、25、26、27、東京、ジョンマイラブの東京公演でゲストで出るまでちょっと頑張ってみるか。お菓子禁止、ジュース禁止、パンも禁止だ思い切りましたね今。パン禁止令出してみよう。あれやるか、あれグルテンフリーみたいな、小麦粉禁止。大体まあ お菓子にも、パンにも小麦粉と入ってるじゃないですか。グルテンフリーしてみるかな。そんなに禁止して大丈夫？そんなに禁止してね、なんで大丈夫かっていうとね、あのお菓子もジュースも普段全然飲まないし食べないからね、あのほぼ禁止じゃないんですよ。普段から別に食べてないっていう実質今さえに課した禁止はパンだけなんだこんばんは。まあ、1週間ぐらい我慢できるでしょパン。そう、なんか最近ちょうど肌が綺麗になってきたんで、ここで多分パンとか食べるとまた肌荒れてきちゃうような気がするから、そうしようぜ。今実質自分に課したのはあのパン禁止だけなんだよね気づいた？みんな、お菓子も食べなければジュースも飲まない人間からしたらパンだけなんよ。そうそうそう、今なんかみんなにすごい頑張りますみたいなこと言ったけど、あの実質1個しか禁止してねえんだそう、体質、でも体質に抗っていきたい私は。こんばんは。あと1ヶ月禁止じゃない、あの筋トレしよう。1ヶ月じゃない、間違えた、1週間、パン禁止プラス筋トレで腹8分目いいじゃん。さあ守れるんでしょうか私はね。待ち受けにします、これを戒めとして。え、今日マジ結構それ顔まん丸やな今日と思ってたんだけど、今日顔まん丸デーですよ。結構おでこ上げてるからかな。え、でも普通にほらぷっぷくデー、ふん、こん
腹八分目さえにとっては難しい。それたまにさ、めっちゃ美味しい、自分料理好きだからさ、自分で美味しいものとか作っちゃうと腹13分目とかまで食べたくなっちゃうの。もう病気やんそんなん。お腹いっぱいだなって思ってても食べたくなっちゃうみたいなのをやめたいよね。お腹いっぱいなら食べんくてもええやんみたいな。で前ね、すごい痩せてる子のマインドがすげえマジか尊敬って思ったのが、お腹空いてなかったら食べない、その、いや分かるんですよ、お昼の時間だなと思っても、あお腹空いてないから起きる、今日食べなくていいやはまだ分かるじゃないですか。でもそのお腹空いてるところから、もうおにぎりを、めっちゃお腹空いてる時におにぎり1個食べてもさ、その腹8分目には到底届かないじゃないですか。分かりますか？めっちゃお腹空いてる時っておにぎり2つぐらい食べたいし、プラス何かちょっとおかず欲しいじゃないですか。でもおにぎり1個食べたら空腹ではなくなるじゃないですか。まあ 2分目ぐらいかなみたいな。そうなったらもう食べるのやめるみたいな。マジでそのマインド聞いた時にマジかよみたいな。一回食べ始めたらさ、食べるスイッチ入ってさ、もりもり食べたいってモードに入るのにさ、やっぱ痩せてる人ってもうマインドからちゃうんやと思ってね、衝撃を受けたっていう話の共有です今のは。すごくない？食べ始めたら食べちゃうよね。こんばんは。かなり歩いてるし体質なら気にしなくていいのでは。いやでもみんなに痩せてるって言われたいから。太ってるって言われるよりはさ、痩せてるねって言われた方が嬉しいやん。さやはどっちかというと痩せてるねより太ってるねの方が言われる可能か回数が多いので、言われるっていうか書かれる。そう、もうそんな悲しい思いはしたくない。だからとりあえず1週間頑張って、続けられそうだったらもう1週間、続けられなそうだったら別の方法を考える、そういうことにしよう。だからさやは今ショールームが終わったらとりあえず待ち受けをその目標に変える。そうする。でもね、一番の目標は前徹までに自分の理想の体型にすることなの。そう、なぜかというと前徹に行ったら多分2食ぐらい愛媛のうまいもの食うんすよ。だから事前に痩せていかないと困るやんね。前徹を今目標にしてんだけど、でもそんな遠い目標って私絶対無理だから、昔からそうなの。勉強とかもさ、その定期テストに向けては頑張れるんだけど、まあその1週間ぐらい前から、でもその入試とかに向けては遠い目標に向けての勉強が本当に私できなくて、自分の特性を知ってるから、まずは1週間後っつったら、あれだから東京公演だからジョン・ラブの、それでゲスト出てた時に、おサリーに痩せたやんって思ってもらえるように頑張ってみようかなって。だからあれだな、この1週間は多分あんまり料理しちゃいけないな。料理すると食べちゃうんだよこれね、本当にジレンマ。料理が趣味なんだけど、料理してそれを食べることが、もうなんか料理することがまず趣味で、食べることでストレス発散してるから、これはねジレンマ。だから料理をしてはならないから、別の趣味を一旦見つける。こんばんは。精神力だね。さあみんなにさ、サリンはストイックって言われることたまにあるんだけど、自分ではマジでストイックじゃないの。自分に甘々、激甘人間だから。そう、こう1週間だけめっちゃストイックに頑張るわ。だからさ、明日から早寝早起きするから、
1週間ストイック生活してみようぜ。1週間ストイック生活してみるわ。早寝早起きと全部目標書こう。そう、それだな。やる気出てきた、やる気出てきたぞ。一緒に頑張る。本当？一緒に頑張ろうじゃ。からそうだな、凝ったもんは作ったらあかんな。カレーとかさ無限に食べたくなっちゃうの。なんか美味しいおかずを作ると無限に食べたくなっちゃうから、その野菜スープとかは自分で作ろう、自炊で作ろうと思ってるけど、もうエビチリとか作っちゃダメだね。エビチリとか作ったらいっぱい食べちゃうから、さあの得意料理かつ自分が好きな食べ物は当分作ったらあかんな。エビチリよく作るんだよね。さあカレー無限だよね、飲めるよね、一生飲める。あと1週間コンビニ禁止にしよう。マジで財布が痩せてくんだよコンビニ行くと。あれ不思議だよね、コンビニ禁止で。最近コンビニよく行っちゃうようになっちゃったんだよ。なんか嫌な東京ゾマリしたなと思って。帰り遅くなっちゃった日とかちょっとコンビニ寄って肉まんとか買っちゃうし、最近だとおでんとか買っちゃうからちょっとダメだね。おーい、セブンの美味しいスイーツの紹介やめてくれ。思った、この前見た時美味しそうだなと思ったよ。抹茶の大福、大福うまいよね。確かに果物買ってきて朝食に果物食べるといいっていうもんね。ビタミンも取れるし。果物を買ってくるかな明日じゃあ。あーダメだ、明日の劇場終わり遅いから果物屋さん開いてないや。むむむむむ、明日午前中に買い物行こうかな。こんばんは。でもなんか頑張る気持ちになってきた。いや目標は口に出すことからだからね。目標口に出すこと。さお腹減ってる時買い物行ってもさあんまりさなんか爆買いとかしないんだよね。なんかさお腹減ってもうめっちゃ空腹で外歩くと元気なくなっちゃって、もう早く帰んないと死ぬってなるの。なんか立ってんのも辛いみたいな。えないですか皆さん、めっちゃお腹空いてる時に外で言うとさ歩いててさあ元気ないみたいな、やばいみたいな、ここにしゃがみ込みたいぐらい空腹で今死にそうみたいな絶対なるの。電車とか立ってられなくなるんだよね。そうでもしゃがみ込むと周りの人にキーの目で見られるからさ、いやーしゃがめないやきついなと思いながら壁に寄りかかるみたいな。こんばんは。めっちゃそれ空腹だと絶対そうなるんだよね。じゃあだから空腹でスーパー行くともう早く帰りたすぎてもうなんかどうしても買わなきゃいけないものだけパッて取ったらもうそのまま帰ってとりあえずご飯食べないとみたいになる。そう空腹で買い物ね、マジ買い物してる場合じゃなくなっちゃう。きついってなってきちゃうね。ないのか
空腹ってみんなそうなると思ってた。そう、でもいつもそう。でもお腹空いたなってさ、めっちゃ、わ、今自分空腹だって時ってなんかお腹が空っぽなのを自ら感じるわけですよ。そう、空っぽだなって時に外出ると、最初の方は別にいいのよそんなに。でちょっと経つと空腹度が上昇して、うわもう立ってんのも辛いみたいな。限界まで我慢してるわけじゃない別に、全然。あ、でも低血糖になってんのかな、そういうこと。今日ね、なんか朝起きて自分で作ったなんか、なんて言うんだろう、あれパンケーキみたいなやつをちょっと食べて、で昼過ぎくらいに家出て用事済まして5時ぐらいに外歩いてたら、じゃあ4時か、4時ぐらいに外歩いてたらお腹空きすぎて、なんか電車めっちゃきつかった今日、あーやばいみたいな、立ってんのめっちゃきついなみたいな、そうなって、コンビニでおにぎり買ってからレッスン場行ったおにぎりレッスン場ついてから急いでおにぎりついて、あー生き返った、よいしょ。なんか我慢とかじゃないんだよな、もうなんかフラフラし始めるから、このままさえ我慢して何も耐えなかったら死ぬなって思うんだよね。そう、バイコトさんファイトギフトありがとう。死ぬなってどこまで行く、多分空腹通り越して一回平気になった後の空腹みたいな時ない？その時ってなんかやばくない？1回目の空腹は別に我慢できるけど、それを通り越して、あ、お腹空いたのどっか行ったの後にそれでもまだ食べないと、なんか限界の空腹みたいなやつきませんか？これ私だけなのかな、私だけなのかな。こんばんは。なんかなんかなんて言うんだろう、めまいまでいかないんだけどマジで歩くのめっちゃきついみたいな、もうやばいみたいな感じだね。これ以上もう歩けない、やばいなみたいななってくる。そうそうそう、やっぱ可愛い。本当に言ってる？なんかさ、私のあれなんですよね、自分の顔がさ好きじゃなさすぎてみんなの可愛いをさ素直に受け止められないメンタリティになってんの良くないよね。みんなからの好意はちゃんと受け取った方が絶対いい時、一旦受け取れないの良くない気がする。そう、まあでもちょっと、でも私気づいたんですけど、空腹を我慢するのは結構さ得意なんですよ。あ、お腹空いたな、でもまあ別に食べなくてもいいかみたいなは全然余裕なんですけど、一回ちょっとじゃあ一つ何かをお腹に入れとこうと思うと、なんか食事モードに体がなっちゃって大食いしちゃうんですよ、ドゥワーって。だから食べたら終わりなんですよたら終わりなんですよね。食べ始めたらすげー食べちゃうみたいな、これ良くないよね。だったらこんな治るんだろう。ちょっとだけ食べるができない。可愛いからアイドルになってる、優しいな。今佐藤さんと
ゆうせいさんと中村さんが配信しててさやてつ優しかったって言ってました。やったあれやってんのかな、佐藤さんの YouTube でやってんのかな。なんか嬉しいから後で見ようっと。イエーイ。のぞこ待って、あれさ、携帯のサブ携帯どこに片付けたっけ。あったあったあった、充電あるかな、ちょっとだけあるわ。やばいやばいやばい、 YouTube の広告流れそう。よいしょ、覗き行こう。さやのアカウントであれしても絶対分かんないけど、え、今やってんの？見つけられない。あ、あったわ。あ、もう終わってんのか。じゃあいいや終わってんのか、後でゆっくり聞こう。風呂入りながら聞こう。腸の吸収力が大幅アップする。そうなのよ、ご飯空腹の時ってめっちゃ栄養吸収モードに入ってるから良くないんだよね。知ってんの、理解はしてんだよ、でも我慢できないのよ。検査も、そう、痩せるのめっちゃ大変よな。なんかいろんな説があるじゃん。すごいちょっとを何回にも分けて食べる方が痩せるって人と、一日一食にした方が痩せるって人とみたいな、めちゃくちゃいっぱいいるから難しいよね。自分に合った方法を見つけるのが多分一番いいと思うんだけど、そう、それはね、そう思うんですよ。あ、しかもこれラジオじゃねえ珍しい、ラジオじゃない。あの佐藤さんの YouTube ね、びっくりした、ラジオじゃねえいつもラジオなのに。こんばんは。まあ、ちょっと頑張るんで、みんなちょっと応援してもらっていいですか。よろしくお願いします、応援。1週間後報告するわ、頑張れたか頑張れなかったか。頑張れなかった場合、もっと向いてる方法を探すから。そう、頑張れなかったってことはそのやり方は向いてなかったってことやから、一旦みんな応援してもろて。ということでね、ちょっと洗い物したりするんで一旦キッチンに移りますか。みんなちょっと画面暗くなります。よし、移動完了。待って、廊下寒い。廊下寒いからスリッパ履きます。廊下寒い、嫌だな。エアコン焚いてないと寒くて。ねえねえ、暖房を焚くってさ、方言、なんか YouTube で見ててさ、普通に暖房を焚くって言ってる人がなんか、何暖房を焚くってって笑われてたんだけど、暖房を焚くってもしかして方言なのかもって思ったんだよね。衝撃なんだけど。あ、廊下寒い さっさと洗い物終わらせよう。方言なのかな。こんばんは。言わない、みんな暖房焚こうって。あ、言う人は言うのか。じゃあ別に方言ってわけじゃないのかな。
ただ言い回しが古いのかな。暖房たくって逆に言わない人っていますか。言うの人は結構いたけど、ちょっとフックにかけない。前夕食にリンゴ酢飲んでた。1年で5キロリンゴ酢。酢が苦手なんすよ。酢がダメでリンゴ酢無理なんよね。よいしょ。まあ、言わない人もいるのか。なんか暖房に対しての認識の違いな気がする。エアコンとかで育った人は多分タクって言わんけど、ストーブとかで育った人はタクって言いそうと予想。高橋さんの予想です。なんかベタベタしてる。こいつもっかろう。そい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 。行ったことないガチ？やい。悪くないセーフ。今日は握力ゼロの日だ。今日は握力ゼロの日だった。全然持てなかった。大きい音立ててすまないね。許してくれ。よいしょ。これでさコップ3回ぐらい割ってますから前科あり。よいしょ。コップ割りすぎて割れないコップ買ったもん。もうステンレス製とかプラスチック製しか買わなくなった。あ、そうさ、ゲーム配信見るの好きですよ。その京香ちゃんと見てるジャンルがちょっと違うんだけどね。そのゲームのジャンルがちょっと違うんだけど、そう好きではありますね。配信ってか、そういえば動画なんだけど、京香ちゃんは配信が見るの好きかな。配信が好きかな。私は動画が好き。配信も見るときは見るんだけど。あ、全然怪我してないっす。割れてないんで。セーフ。よいしょ。前コップ割ったときもね、全然最後怪我しないんですよ。もううるさい。うるさいよ。ドタバタしすぎだよ。どうなってるんですか、本当に。調理器具は丁寧に扱いましょう。こんばんは。そう、今日が多分エペだから。エーペックス一時期さえめっちゃ見てたけどね。最近は私の好きな実況者がエペやんなくなっちゃったから見てないけど。よいしょ。なんか私はなんか好きなゲームの実況を見るっていうよりは好きなゲーム実況者の実況を見るって感じだから、ゲーム専攻っていうよりその好きな人がやってるゲームを見ることになるからさ、一つのゲームを見たりあんましないよね。ちょっと寒いからお湯入れよう。ピッドゥルリン。こんばんは。ちょっと洗い物させていただきます。みんな洗い物終わるまでちょっと話に付き合っておくんだまし。よいしょ。こんばんは。あ、でもさ、つやが爪のネイルを可愛くしたっていう、爪のネイルを可愛くしたってなんか頭痛が痛いみたいなこと言ってしまったんですけど、ネイルをして可愛くしたよって話をこの前したじゃないですか。マジで爪かわいいだけでめっちゃテンション上がる。自分の爪見て、うわ爪めっちゃいい感じ
つってめっちゃテンション上がる。やってよかった。そう、やってよかったって思ってます。でめっちゃ爪いい感じ。気に入ったデザインやし。だって爪にクマが常にいるんだよ。めちゃくちゃ最高じゃんそんな。クマ2匹おんねんで。犬みたいにパッと見犬に見えるクマが手に2匹いるんだよ。めちゃくちゃ可愛いしさ、めっちゃやる気出るよね。爪可愛いし頑張ろうみたいな。おめでたい人になれる。こんばんは。まあ一旦ね、舞台の予定が一切なくなったので今一旦ね、好きな爪できるわと思って。あ、引っ掛けないか心配だったんだけど、思ったよりクマの耳の出っ張りがちっちゃいからマジでどこにも何も起きてないね。むしろ爪にさ、ジェルを塗ってさ固めてるからさ、そのめちゃ分厚いんですよ。自分の爪より厚くなってるから、なんかあのむしろ爪で引っかいちゃうみたいなことがなくなって、爪が厚くなった分、爪が薄いとさ引っかいた時痛いじゃん。でも爪が厚くてどこにもそう引っかからないから、すごい逆にいい感じ。そう、むしろ快適まである。こんばんは。まあでもなんかこのままずっと爪を継続的に可愛くしたままでいるかっつったらそうじゃない気がする。今行ったから、今一旦や可愛くしてるけど、別になんか爪って大体まあ1ヶ月くらいで変えた方がいいねってなってくるんですよ。1ヶ月で1ミリぐらい伸びるからさ、1ミリ伸びると結構ね見栄えが悪いんですよ。だからそこで変えた方がいいねっていうタイミングになるんだけど、1ヶ月後に私がもう一回ネイルをするかっつったらちょっとどうかな、五分五分ぐらいかな。次はでももう一回やるかもな。2ヶ月後はやってないかもしれない。3回目はないかもしれないな。じゃあ分かんないっすね。なんかずっと爪可愛くするタイプの人間ではないような気がする自分が。たまにうわ今爪可愛くしたいのタイミングだけな気がするんだよな。そう、わかんないですけどね、心境の変化がこの数ヶ月である可能性はあるので、ずっと爪可愛くする人間になるかもしれないけど、まあでも舞台やりたいからさ、舞台の時ってあんまネイルってそぐわない場合の方が多いから、ネイルできないぐらい舞台が忙しくなったらいいですねって感じ。ですね。こんばんは。確かになんか地方公演とか回る舞台やってみたいね。地方まで行かなくてもいいけど、東京公演と大阪公演ぐらいある大きい舞台とかいつか出られるぐらいの役者になれたらいいですね。
夢、こんばんは。夢ですな、それは。よいしょ、こんばんは。でもマジでさ、今舞台の予定が一個もないから、ちょっと頑張らないといけない。どうやったら舞台できるんだろう。こんばんは。歌と演技だったらどっち？まあ、演技かな。なんかどっちも私がすごい得意とは全く思ってないんだけど、歌でなんかやっていくんだったら、で作詞か作曲どっちかできなきゃいけないと思うんですよ、今の時代。だってどっちも本当にからっきりダメなので、そうなるとお芝居の方が挑戦できる幅は広いのかなって思うね。こんばんは。結構現実的に考えるとね、そう、本当にさ、作詞の能力ゼロってかマイナスなんよな。あんま聞かないけどね、マイナスって。いや、マイナス、マジでマイナスって感じ。無理すぎてマイナス。こんばんは。国語はね、別に点数良かったんですけど、なんかまあ歌詞ってさ、詩を作ってるってことじゃないですか。その自分でその詩を書くっていう恥ずかしさに耐えられないんですよ。そう、そうなんだよね。書けないっていうかは、恥ずかしさに耐えられないから書きたくないみたいな。まあそれがまあイコール書けないなんですけど。そう。こんばんは。可愛い、本当ですか。ありがとうございます。感じでね。そういう感じです。ポエムってことやん。知って。無理なんよね。恥ずかしくなっちゃう。やばい、鍋の焦げ付きが取れそうで取れない。8割ぐらい取れたのに残りの2割が取れない。役者の際には2番目でもいいので初めて言った。嬉しい、ありがとうございます。何きっかけで見に来てくれたんだろう。私のことを好きになってから、あ、舞台やんねや、見に行こうなのか、全然知らないとこか2番目でもいいのを見て、あ、高橋さやかって人間がおんねやってなったのか、どっちなんだろうな。私は自作の詩の発表嫌でした。そんなことしたことあんの？そんなのさ、メンタルズタズタで死んでしまうな。自作の詩の発表ってさ、したことないかもな。もう五七五で精一杯よね。五一五で精一杯よ。五七五で。歌唱力ナンバーワンは納得いく感じで歌えた？
まあ、納得っていうかは、まあまあまあ今の私だったらこれが銀これぐらいなんじゃないですかぐらいです。でもその日に愛媛から帰ってきたんですけど、飛行機で喉やられててめっちゃカラカラではあるんですよ。そうなんで、まあ若干声出てないところはありますが、まあまあでもそれも実力ということで、そういう感じにはなりました。飛行機の感想には抗えなかったな。しかも前日にミュージカルやっとるし、3日間ミュージカルで喉を酷使して、その後飛行機の感想でやられてたから、そう抗えなかった。3日間のミュージカルで酷使した喉に飛行機の感想は耐えられなかったみたいな、そういう感じの喉ではありました。でもマジ聞いたらわかる、言い訳してるんやろって思うと思うんだけど、マジ一回聞いてもらって、あの見てもらったらわかる、あー喉カラカラですねって思うと思うから、そう言ってる通り喉カラカラでワロタってなると思うんで、一回聞いてほしいですね。なんでぜひ歌唱力ナンバー決定戦 CS で やるんで見逃さないでくださいお願いします。ワロタって見てほしいです。言ってる通り喉カラカラでワロタって感じで見てもらえればさえはちょっと嬉しいかなと。こんばんは。よいしょ、こんばんは。なんかその歌唱力ナンバーワン決定戦の収録日がなんかその候補が3つぐらいあったの。多分その3日間全部収録はしてんだけど、その3日間のうちスケジュールが合うところにこう入れてもらってみたいな、組み込まれてみたいな感じだったんですけど、その3日のうち2日間がもう私が愛媛本番中だったんですよ。でその最後の1日が愛媛の次の日だったの。マジかと思って、タイミングだねこればっかりは。こればっかりはタイミングの問題なんで仕方ないです。でもね、まあ乾燥してたとはいえ別にそんな悪くなかったと思うんだよね。何回かなんか音外したっていうか、あちょっとピッチ甘かったなみたいなところ歌ってて自分でも思った。ちょっと悔しい。やばいさ、緊張すると音外し始めるっていう、あのいつもの癖が出てたんでちょっと悔しかったですけど、まあまあ緊張してるにしてはみたいな感じなんで、ちょっとそんな感じなんでマジでみんなね絶対に見てほしいお願いします。まあさやが言わなくても結構みんな見てくれる人は多いと思うんだけど、まあ見てくださいよという感じです。なんかさ不思議なんだよね、ジョン・マイ・ラブとかってマジでさ音全然外さないの。そのまあもうめっちゃ歌い慣れてるっていうのもあるんだけど、ステージ上って緊張し、あのごめんそれは持ったわ、あの AKB のコンサートとかはめちゃくちゃ緊張するんだけど、お芝居で歌うときって全然緊張しないの。なぜなら高橋さやかで歌ってないから。だからさ、もうお芝居で歌いたいね。自分じゃないやで歌いたいそんなことはなかなかないんだけど、高橋さやかで歌うと緊張しちゃう。なんかね苦手って感じ。洗い物終わった。イエーイ。今日新しいスポンジも買ってきたし、綺麗好きサヤリンの爆弾ですね。もともとまあ綺麗好きではあるんですけど
綺麗好きマンなんですけど、お掃除用具を今日もうなかったからいっぱい買ってきた。お風呂掃除のとかね。あまりにも生活感ありすぎる買い物を見せているな今。シャンプーも買いました。今日詰め替えしちゃおうっと。よいしょ。お芝居全然緊張しない。あ、なんだろう、その始まる前はねもちろん緊張してんのよ。そのどの舞台もなんだけど、始まる前は本当あのなんだろう、開演前はめっちゃ緊張するんだけど、もう幕が上がっちゃいさえすれば、ふわーん。すいません、換気扇がねここにあるんで、あの外の音めっちゃ聞こえるんですけど気にしないでください。そうだから開演前はめっちゃ緊張するんだけど、もう幕が開いちゃいさえすれば全然もう緊張なんて何のそのみたいな感じになるんですよね。変わってるよね多分。そうなると始まっちゃいさえすれば緊張全然してないのよ。もうあとはその今までやってきた感じでさ、その人になって生きて生きればいいだけだから。そうでも私心配しだからさ、あのジョン・マイ・ラブはもう やってたな。そう出る前袖に入る、なんて言ったらいいんだろう、まあ、ジョン・マイ・ラブは全部はできなかったけど、その袖にいる時にめっちゃぶつくさ次のシーンのセリフ口で言ってたりする。まあ、ジョン・マイ・ラブはその出るシーンが多いんで全部のセリフは無理なんですけど、開演前に一人の長セリフのとことかずっとぶつくさ言いながらメイクしてた。あの高野城さんもお M くだされとても聞いていられませぬのところとか、あと1幕と2幕の間も10分、ごめん配信止まっちゃった。その間に着替えたりとかカツラ変えたりとかセッティング変えたりとかするんですけど、それ全部しながら、あの申しを頼み申しますのシーンとか、あの喧嘩のシーンとかずっとぶつくさ言ってた。ずっと言ってる。それこそこの前の女王虐殺の時は出ないシーンとかが結構多かったから、そのシーンで出る前に結構その袖で待機の時間が長いから、もう全セリフ袖で言ってから出てた。そうそんな感じで。江川さんにお薬を渡す時のセリフはあんま言ってねえな。あでも父からがめっちゃ言いにくくて、父が2つ並ぶのってめっちゃ言いにくいんですよ。父から胸によう聞くの父がめっちゃ言いにくくて、そこはたまに練習してたわ。確かに言ってたな。むずいんよね、やっぱ滑舌問題あるよね。同じ言葉2回繰り返すのってやっぱむずいんだろうな。そんな感じで結構心配しいなので、出る直前にずっとセリフぶつくさ言ってたりはしました。そんなこともありましたね。ということで、まあ、1時間ぐらい配信したので今日はそろそろ終わりにしたいと思います。とちってた印象はあんまりないね。そうそれあんまり、まあジョン・マイ・ラブはちょっと回数やりすぎて何回かやってるんですけど、あの比較的セリフ噛んだりとか、まあセリフ噛むことが基本ないかもさ、忘れちゃう飛ばしちゃうとかはあっても、セリフ噛むみたいなのは多分あんまないっす。滑舌いいんだろうね。自分で言うなよ。まあなんかあんまない方ではあります。セリフ飛ばしたりとか、飛ばすのは本当に帰ってきた時だよね、長期休暇から。間が空くと分かんなくなっちゃうんだけど、普通に毎日他の舞台とかでもジョン・マイ・ラブ以外だとさ、ねセリフ飛ばしたこと多分ないんだよね。セリフ飛ばしたり噛んだこと多分ない。ジョン・マイ・ラブは長い期間やりすぎて、まあミスも生まれるよねみたいな感じやったな。まあ、そんな感じでした。
さやは昔は本読んでたんですけど、最近全然からっきし読んでませんね。中高、嘘、小中は死ぬほど読んでた。週3、4冊とかは全然読んでた。めっちゃ読んでたね。そしたらなんか知らぬ間に語彙力上がってたっぽいって、やっぱ本読むの大事っすね。ということでランキング読みます。13位ヤバサワセブンさんありがとうございます。12位ともつさんありがとうございます。11位ピアノマンさんありがとうございます。10位ヤスさんありがとうございます。9位ケンケンさんありがとうございます。8位立山ケンケンさんありがとうございます。7位ゆうやくんありがとうございます。6位みなずきん3300点さんありがとうございます。5位キャロンさんありがとうございます。4位ひらりんさんありがとうございます。3位はいことさんありがとうございます。2位やちさんありがとうございます。1位はとめさんありがとうございます。ということで明日は僕の太陽公演、よろしくお願いします。バイバイ。